こんにちは。今日の熟女がいただくカクテル、アベスペ。アベスペってもわかんないけど、アベスペというのはさ、先にグラスね。これ冷凍してある肉厚のグラスね。アベスペというのはさ、うちさくるライブの時の音響やる人ね、アベちゃんと言うんだけども、最初ね、さっぱりしたの飲みてえなって言ったんで、これを作ってやったら、もう本当にそればっかし飲むやん。だからまあメニューにはないので、アベちゃんが飲むスペシャルカクテルということで、アベステ、アベスペ、ね。昔付属に行けばね、スペシャルっていうコースがあってね、プラス1万5000円とかね、あったんだけどもね、まあそういう感じね、アベスペ、アベスペね。アベスペはこのね、冷凍してあるグラスにこれね、冷凍してあるウォッカネ、ね、冷凍庫にしてある炭の粉、これ 50% の、ウォッカネ、30、ちょっと強いので30ね。ただね、これにライムジュース少々、このライムジュースといってもこれは 100% ね、甘くありません。これはね、最後に一杯飲むとか、そうすればすごくさっぱりして、悪酔いもしないのが。これさね、炭酸ね、ウォッカ入り、ウォッカでない場合はラムでもいいし、ね、でもこのウォッカの方がさっぱりしてると思いますね。このまんま飲めばウォッカリッキーというカクテルになる。それだとね、ウォッカリッキーだとね、ちょっとドライすぎるんだな、で、これね、ステアね、軽くね、ステアでね、ビルドっつう、ビルドね。だからこれに、だいぶね、だいぶこう切ったらね、ここね、こう切ってさ、なでがっつと、こうやって絞るので、こうライムを絞って、ね、何がスペシャルかというと、ここからスペシャルなんですね。これトニックウォーターね、ここ上からこう注ぐかな、注ってかき混ぜね、このままいただくんだ、これね、アベスペね。これうちでこういうの作って飲む人は、このね、ウォッカ入れて、ソーダ入れて、ライムジュース少しで、ステアして、で最後に上からこうね、トニックウォーターをこう垂らしてみれば、非常に美味しいのがこれね、アベスペ、アベちゃんスペシャル、略してアベスペ、これ美味しいだ、本当にさっぱりした。というわけでね、これから熟女がね、飲みます。熟女ね、今日お店ちょっと手伝ったので、ちゃんと顔も作って、赤いこすりだけんた、ひらひらったフグも着て、あれあれというわけでね、これからアベスペをいただきますね。ねえ、なんて言って飲んでいいかね。まあ、これキティちゃん、キティちゃんのコースターですね。これなんだっけ、石がなんかでできるんだよね。慶応土壌、なんだか、で水こするんだ、これね、アベスペ。じゃあ時々これ熟女もね、飲みますね。アベちゃんと新芽で飲みますだ。今日が今日熟女が飲む今日のカクテル、アベスペね。はい、いただきます。あ、すごいね、これスマイルドとか出るの、あれさっぱりすべ、この間飲むの忘れたからだ。まあ大五郎も来て、まあ大五郎もヘバ映すが、はいはいはい、そういう感じですね。アベスペ、今日アベスペでした。これね、まだお店遊びに来た人ですね、アベスペと言ってくれれば、最後帰る時これいっぱい飲めば、結構ライムもたっぷり入るのでね、
悪酔いも防げますね。結構飲めるよね。うん、タゲお酒飲んだ後でもね、これはスッと飲めますね。うん、そういうことでね。今日の畜生が飲むカクテルね、アベスペ。作った人。おかしい。まだ昨日からね、おとといからまだどっと雪降って春になりませんね。そういうことでした。おかげさまで本当に熟女元気になった。元気になりましたね。なんぼでも飲めるから。なんぼでも私お酒やめたのでね、いっぱいどうぞって言ったら、一つ皆さん熟女にいっぱいコツしてあげれば非常に熟女も喜ぶと思います。そういうことでした。へばー。